今回ご紹介するのは JR 西日本山陰本線の滝部駅です。滝部駅は山口県下関市豊北町大字滝部にあり、1925年、大正14年8月16日に国有鉄道小串線が小串駅から延伸し、その終着駅として開業しました。大正期に山陰本線最後の連結区間として、この地域の鉄道敷設が行われました。当初本線は日本海沿いに敷設される予定でしたが、地域の要望や予算等により当駅となりました。国鉄時代には夜中の3時台に当駅始発で出発する下関行きの普通列車があったそうで、この列車は寝台列車を除く全国で最も早い時刻の始発列車でした。当駅は長門市駅、幡部駅間における数少ない有人駅の一つで、朝晩には両方向へ折り返し列車が設定されています。当駅は長門鉄道部が管理し、 NPO 法人環境未来下関豊北支部が駅業務を受託する簡易委託駅です。月曜、木曜、土曜を除いて窓口営業を行っています。当駅はもともとは単式、島式の複合型2面3線のホームを持ち、交換設備を備えた地上駅でしたが、駅舎から一番遠い一線の分岐器、信号機が撤去され、線路が本線から切り離されたため、現在は相対式2面2線となっています。そのため当駅で系統分断される列車同士の乗り継ぎにはホームの移動を伴うようになりました。駅舎はもともと単式であった1番ホーム側にあり、2番ホームへは小串寄りの無蓋跨線橋で連絡しています。電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また、
優先座席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。ご視聴ありがとうございました。